どうも皆さんこんにちは、のってんです。こんにちは、工場長です。今日はこちら、じゃじゃーん、おー、 LOL サプライズ、かわいい。これさ、ってことは今日も開封ですか。今日は違うんだな、うん、LOL サプライズにストップモーションのアニメがあるの知ってる？え、知らない。ストップモーション、そう、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつあんの？見たことない。そう、そんなのってんちゃんと皆さんのために今日は5話全部まるっとお見せしたいと思います。おー、やったってことはさ、私も LOL ね、いっぱい持ってるんだけど、うん、持ってる子たちも出るのかな。出るかもしれないね。じゃあそれでは早速スタート。お、始まった。極秘任務中にペットを見失った2人の LOL エージェントを探せ。スパイグラスを使って謎を解こう。これシークレットメッセージだ。いなくなったペットはもしかするとお泊まり会にいるかも。お泊まり会、あなたたちの任務はまあ受けてくれるならだけど、正体を隠して、つまり変装して、いなくなったペットを探し出し、LOL サプライズの世界を変えること。のってんちゃん、これどこかで見たことない？え、なんだろう。あ、わかった、あれか、コレクションシートの裏に書いてあるやつ。そうそうそう、このお手紙の謎がこのアニメで解明されるかもね。うおー、じゃあ続きいきますよ。はい。お、なんかノリノリになってきた、ね、動き出した。なんか見たぞ。ひらめいた。え、なにこれはお泊まり会だからパジャマを着てます。え、パジャマ。そう、パジャマ。パジャマ、そう、パジャマ。寝にくそうなパジャマだ。いやいや、あったかいから冬はいいかもしれない。そう、寝てますね。あ、どっち行くかっていうこと？そうそう。へー、どっち？なんか来た！何？次の場所に行く、どこへ行けばいいかっていう手がかりの紙です。へー、持ってきてくれたんだ。はい。足跡。解読した？あれ？え、そっちじゃないって言われたよ。ちょっと。最大の旅が始まったのです。さあ、LOL サプライズ、史上最大の旅に出ましたよ。おお、もうね、いなくなっちゃったペット、これめっちゃ気になるね。ねえ、それでは第2話どうぞ。アイスパイ、極秘任務中にペットを見失った2人の LOL エージェントを探せ。スパイグラスを使って謎を解こう。どこでしょう。いなくなったペットはもしかすると山の上にいるかも。山、結構上の方に行っちゃったんだ。おお、長いね、道のり。お、来た来た来た。で、足跡もちゃんとあった。こっちだ。 You're on the right path, detectives. Finding clues is truly a fine art. どういうこと？お、自分の絵。え、自分の絵が山の上にあったってこと？そういうことだな。え、謎。そして、これは山の上にいそうな生き物、羊に変装していました。今の。え、羊見えた。今の羊。おお、なんか踊り出した、踊り出した。ナイス、ナイス、スリラちゃん、ナイス、ナイス。うまい。うまいぞ。話聞いてないね。お、そうなんだ。ネズミちゃんが来た。お、水をかけてカラーチェンジしました。あ、かわいい。あ、かわいいね。あ、え、なに次、海かな。海、次はどこでしょう。あ、ご飯もらった。かわいい。One step closer to solving the mystery. 海。But first, they have to take a selfie. 何記念の続く。おー、次は海に行くんだね。カラーチェンジがやっぱね、LOL だよね。そうだね、あのネズミたちがね、可愛かった。水かかっちゃったけどね。じゃあ次、3話目見ていきましょう。お、アイスパイ、極秘任務中にペットを見失った2人の LOL エージェントを探せ。もうね、もう分かってきたよ。海の中でしょ、これ。ペットはもしかすると海。おー、正解。綺麗な海だね。
ね。いい感じね、探偵たち。めっちゃいい海じゃん。もっと深く探りましょう。お、プシーン。え、なになになに、頭を外して寝た。めっちゃ前に映ってる。温泉だって。お、いけーショー。あ、この子はお湯でカラーチェンジする子です。え、すごい、めっちゃピンクと白で可愛い。でもね、水でもね、変化するの。おお、すごい。なんでお湯から水に行ったんだろうね。彼女は誰、え、誰あ、寝てる。これしーちゃんじゃない。しーちゃんって誰。お、なんだろう。お、え、変身した。これはこれマーメイド。マーメイドだよね。この子も踊るんだ。すごい踊りだよ、お魚さんだよ。お、なんか届いた。まただ。なんだろう。お、次はどこ？あ、また海？どういうことだ？海を歩く。え？海を渡る？え、でもさ、だってうちら生身の人間よ。そんなの。どうするの？どうするの？お、ひらめいて。え、え、これエロイルのケースの名前。え？大丈夫かな、これ。いなくなったペット、今行くわ。じゃあ、まったね。またね。頑張れ。でもさ、今3話まで見て、うん、だんだんね、なんか分かってきた。分かってきた、分かってきた。あのシークレットメッセージのね、謎が解けてきたよ。じゃあ、じゃんじゃん次からも解いていきましょう。アイスパイ、極秘任務中にペットを見失った。2人のエロイルエージェントを探せ。スパイグラスを使って謎を解こう。いなくなったペットはもしかするとエジプトのピラミッドにいるかも。すごい、海からね、渡ったね。すごい。お、ピラミッドあった。え、ミイラに話しかけるってこと？え、いた、いた、いた。ミイラいた。ミイラこんな表にいるの。お、なんか、お、光ったよ。そして、え、待って、そう開くの。なんかもっとこういう風に開くの。怖くない？家みたい。うちの家みたい。はい、ピラミッドの中はピザ屋さんです。待って、想像と違う。ピザあるんだ。あ、ペットいるかな。あ、見てない。ない。えー、来てないのかな。お、あ、なんか来た。お、ヒント。え、どういうことだろう。なんだろう。ここで謎のエージェント登場です。お、この人が。そう、この人が。ちなみにみんなはこの子たちの名前分かったかな。え、分かんない。スパイグラスでパッケージをよく見てみると分かります。知らなかった。家帰って見てみよう。これ、ね、見てみて、いっぱい見てみて。続きいきますね。お願いします。はい、はい。お、エージェントね、私やるわって。早く、どうすんの。え、ピザ。ペットよりピザ。ピザ、これどう考えても果たして謎を解けるんでしょうか。どうなったかは次回明らかになるわ。いなくなったペットを見つけて LOL サプライズの世界を変えよう。え、ちなみにさ、工場長さんは何のピザが好き？私はチーズたっぷりのやつが好きです。え、じゃああの子と一緒？そう、あの子と一緒。でもね、工場長さん、私の方があの子と一緒だから。いや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 、私の方が多分一緒。いや、ゾウさんチーズ好きだからね。いや、でもその続きはやっぱ見てね。アイスパイ、極秘任務中ペットを見失った2人の LOL エージェントを探せ。アンダーラップ、つまり変装をしてペットを探し出し、シークレットメッセージを。なんだこれ、カチカチ。いなくなったペットをもしかすると岩の下にいるかも。岩の下、アリとかかな。いやいやいや、ペットだよ、ペット。アリってなってるのかもしれない。あ、前回の回想、はい、エージェントに会ったんだ。こうやってあって見つけてあげるわ、探すわ。でもね、すぐ探さないんじゃない、これ。ねえ。あれ、待って。何、何、何。
何でさ、何やってんの、これ変装だね。逆に目立つでしょ、これ。え、どこにいるか、ね、どこだ、髪の毛、アンビーバブル、え、どういうこと、え、何これ、なんか持ってる、キラキラしてる、ここに来た、あ、これさっきの出来事、そうそう、ね、みんな気づいてた、このヒントと一緒に何か持ってる、あ、持ってきてたんだ、そうそう、知らなかった、いやー、これ3回と持ってきてたんだ、うん、アンビビーバブルにあった、え、じゃあアンビビーバブルに行ったらペットいるってこと、おー鋭いね、うん、店長の鋭いね、ピザ持って帰る、持って帰るね、手がかりの一つ、え、絶対ピザが入ってきるでしょこれ、いやいや手がかりですよ、手がかりこれ、うん、でも確か光ってたから、うん、おおちゃんと変装した、赤ちゃんも一緒に行くぞー、うん、みんなでちょっと私中足跡、うん、足跡が反対になってる、あ、本当だ、さっき逆だ、そうそう、だから来た道を戻れっていうこと、なるほどね、うんうん、分かりやすい、おお、今日こそ僕に任務を解く時が来たぞ、ちょっと待って、なんかさ、え、後ろ向いてた、あー絶対わざとだよ、すっごいマジお、花火が上がって、え、戻ってますね、どんどん進んでるよ、下道居酒屋さんから次海だ、うん、さあ海はみんなどうやって、あ、おまたあれだ、みんなでちゃんと4人分あったんだで、ミュージアム、やっぱ写真撮るんだね、写真大事、記念写真ね、あ、撮りましょう、ハウス、家に戻ってきたい、寝ちゃってた休憩が、うん、お、なに、あ、着いた、アンビーバブル、わあ、あ、エージェントが、エージェントが、あ、見つかったんだ、よかった、見つけてくれたりゃ、あ、猫ちゃんだったんだ、うんうんうん、猫ちゃん、やったー、え、猫ちゃんがどうしたのそれ、何があった、何があった、え、え、なんだこれ、ミッションシート、みんな見てみて、この鍵と女王のアイコン、これが今回のトップシークレットな秘密の正体なの、これそう、で、子猫ちゃんはこれを先に見つけたわけよ、なるほどね、この半分かけらなんだ、そう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 、もう半分のかけらね、どこにあるんだろう、じゃあそれは見てからのお楽しみです、はい、お、あ、ピザ屋さんのレシートかな、お、あ、そう、半分がピザ屋さんにあるってことか、鋭いもう分かってきた、鋭い鋭い、あ、なんか猫ちゃんどっか行っちゃった、あ、これアンダーラップにもある、うん、あのロック、それが壁に埋め込まれてて、それを先に猫ちゃんが見つけちゃったみたいな、あ、そういうことか、そうそう、あ、で、ピザ屋に向かった謎のエージェントたちを呼び戻すために動物たちね、ちょっと呼んできて呼んできてって、やばいやばい、探偵がいるお、ピザの箱に半分あった、おお、これで開くのかな、開くのかな、鍵と錠で、おお、開いた、いよいよ謎が明らかになります、どうなっているのか、ビガーサプライズ、こうして LOL サプライズの世界が変わったの、素敵な部屋のおかげで、そしてピザね、かわいい、たくさんのピザ、
は大革命ですね。これでおしまい。今のところはね、すべてのベイビーたち、ウィークアウト。ビガーサプライズとはリアルヘアのことだったんですね。うん、LOL の世界が変わるって初めて言ってたけども、これは大革命ですね。ね、でもさ、コレクションシートにそんなのどこにも載ってないよ。ふふふ、ででーす。わー、でかい。何これ。その名もビガーサプライズ。お、今回の謎のエージェントとそのいなくなったペットちゃんたちが手に入る究極のアイテムが登場します。すごい。え、じゃあさ、今さ謎も解けたから早速開けよう。まだダメなのよ。まだダメなんですか。そう、今回はここまで。続きは自分たちのチャンネルで。はい。そしてなんとね、こちら、ででーん、アイスパイ2、これも開封していきます。ちょっと聞いてということで、続きは私たちのチャンネルです。見てね、見てね、早く開けたい。